どうも、こちらです。ヨーカーチ2、前回の続きからやっていきたいと思います。今回ですけど、ヨーカーチバスターズを3人で、やっていきます。今回も、まあ、レベル99のモンスターの、しかもさらに吸収パーティーというね、ちょっと変わったパーティーで、クローン撃破まで狙えればなと思います。まあ、アツガルルですね、欲しいのは。そうやな。アツガルルね。アツガルル。俺、金出たし。マジで。ミクジヒコ。ミクジー来い。どう？おみくじ、金。あ、花水地獄出た。前さん。滝のように花水が流れる状況、しかもすごいしょっぱい。やって前さん花水地獄。前さん花水出るん？出るやろ、全員出るやろ。花水なんかめっちゃ出るん？めっちゃ出へんやろ。よっしゃ、まず銀から行こうかい。よっしゃ行こう。俺も金やった。今日いい匂い地獄やった。もちろん俺はプリンプリン。高田は正反対やろな。いい匂い地獄。でもうんちくまで HP も、やから HP700 あるってやばいよなこいつ。石払ってこいつのすごいと思う。HP の高さやろ。全部体の疲れが全部出とったやん、匂いに。でもあれはほんまあれやったな。あの高田のやつの匂いはほんま結構ギネス級の。ギネス級やな、うん、すごい。ギネス認定されるレベル、あれはちょっとあれやったな。匂い測るやつで測った。そこまでは言ってへんやろ。あれは振り切るやろな、あれ。はっきり言うけど、あれ振り切るやろな。匂いメーターで言ったらもう草屋超えとるわな、もう完全に。それはないやろ。それはあったかもな。草屋って言ったらもう部屋入った瞬間もう草やろ。でも俺草屋匂ったことないねん。俺もないけど、多分それらしそれぐらいの匂いやったんやなっていう感じやな。なんか納豆をなんか部屋に2週間置きっぱなしにした匂いっていうのが表現で言うと1日で俺どんだけ草納豆やねん、それそれじゃなんかえげつい。それぐらいえげつかったと。なんか異臭というか、なんかもうな、なんだろうな、痛い匂いっていうか、なんかそんな表現で言うと、なんか鼻に痛くなって言う。鼻痛くなるわっていうレベルやろ。あ、息できひんわみたいな。人、下手し窒息させれる匂いやな。大げさすぎるわ。殺人にあれや、殺人、殺人罪。大げさすぎるわ。確かに、若干殺人罪もあったな、あったな、確かに。そうやな。赤鬼か。もう一点。もうええやろ。ええやろ。チック！ハッキー姫ほんまに技もあるやな。ヘイヘイ。ハッキー姫は強いと思う。不死身御前より結構ええと思う、俺は。ほい。強いな。アイテムだけ取りに行ったところ。いや、うんちくま強いな。うんちくま強い。うんちくまでもやっぱ最強かな。最強やな、間違いない。 HP700 あるしな。うん、俺うんちくま一人でなんか倒してたの気づも赤鬼。イエーイ。え、強っ。百鬼姫強い。百鬼姫も強い。同じく強いな。お、不死身御前若干ちょっと攻撃弱いんやな。そうやな。ヘイヘイ。まあ百鬼姫強いよ。これ吸収パーティー強いな。強いやろな。これ結構せこいな。攻撃力が全員高い。うん。もうこれ仮にうんちくま3匹揃えたらやばいよな。あ、やばい。やばいと思う。これってあれやろ、全員入るんやろ。入るやん。最初から入るタイプで。はい。ヘイ。やけに俺が狙われたけど、もう余裕が出るやん。よっしゃ、みんな取らな。もう入っといて。取った。取ってない。アホよ。それ中学校の時の先生の口癖。そうな。うん、アホよってよう言われてんだ。よう言いよった。俺はあんまり言われてない。そんな先生怒らすようなことやってなかったから。模範的な生徒。模範的な生徒やった。ほら行くでー。くそ、なんか邪魔やねんこいつら。しんどけや。よっしゃー。全員自分で回復できるっていうのはいいな。それがいいな。もうだから雑魚敵が回復になるからな。そうやな。そう、そこら辺に回復が落ちちゃうみたいなもんやもんな。吸収。よっしゃ行くか。これでおにぎりやったらもう完璧ないけど。アイテムないぞ。ないな、あんまり。なんなん。一番左に1個あるけど、なんやろな。見に行こうっと。オッケー、HP もうすぐマックスや。HP マックスか。よっしゃ、HP マックス村井やでー。マックス、え？よっしゃー。いや、なんもない、なんもない、なんもない。尊敬するマックス村井さんの名前出して、ちょっとあれけ、反応しもた。反応しもた。尊敬するマックス村井さんを、なんか出す。どこ尊敬したんだか。ちなみに。ほんま、それは俺聞いた。それは聞いた。どこ尊敬したんだか。髪の毛。おふざけすぎやな。ほんまに。やっぱりな、髪の毛どういうことなの。髪型とかでも分からん。やっぱあの、髪の毛と、あれ尊敬したん。もうなんか、今さっき、笑い取りに行こうとしたけど、あかんかったから、ほんま、ガチな方言おうか。おい、ガチな方教えてくれたか。やっぱ雰囲気作りがうまいよな、あの人は動画の中での。どんな感じがうまい、それは。やっぱ悪い、なんかやっぱ悪い。雰囲気作りがいいよな、なんていうかな、いい雰囲気。あ、おにぎりあった。いい雰囲気あるやろ、マックス村井がおるだけで。もうでも、あれだよ、マックス村井っていう呼ぶんだったか。うん。
あ、一番左に、まああれも芸名やん、芸名。一番左におにぎりあるで。俺はおにぎり見せた、真ん中に。俺松井秀喜、このゴールの近くにおにぎりあるから、これ置いとくで。松井秀喜って本田圭佑の、まあ、本田圭佑選手とかっていう結構呼びわけやな、メディアでこういう動画ないで。じゃあマックス村井、まあ俺は全部呼び捨てで呼ぶけどな。なんて呼べばいいんや。俺マックスファクター呼んでる。マックスファクター。マックスファクターだよ、もう全然別物やろ。工場赤鬼かよ、楽勝やんけよ。よっしゃ、赤鬼いらんからな。だからもう今度マクロスで呼んでんじゃん。マクロスでいいか、今後は。別物になっとうけどな、それ。マクロス村井でんじゃん。うらーうらららいったるでー。この火避けるだけでだいぶ変わるからな。ロケットパーンチ。オーケー、ソーレット。楽勝やねんこれ。楽勝やねんこんなもん。あ、クロン出てこんかい、いっぺん。クロンに来いよ、お前。よっしゃよっしゃ。これ確か3人1回も連続で取ることないもんな。ないな。そうやな、位置取りが悪いやな、多分。気持ちやろかな、もう。どうも、まあ、早くじゃい。基本的に、しかもこれ3人が同じような攻撃力しようから、結構離れたらターゲットが違う人に移るっていうな。あ、取るで取るで取るで、誰だ。おい、ジャンプあれやん。うん、なんか取れてへんかったやろ全員。いやもう俺だけおったそれ。前さんが邪魔やった。邪魔だったじゃないから、もうポジション取りだよこれ。な、河原に、河原の方向に、河原の方向におにぎりあったで。河原、うん、一番左。うん、俺もだからゴール前におにぎりあるから、それ覚えとってくれ全員。オッケー。おにぎりないから、あ、ロケパンかよ、また。いや、ロケパン当とってん、一発目。いや、当てるで。俺今、地雷持っと。地雷って、あ、俺電気トラップやろ。俺はロケパンや。よっしゃー。よっしゃ。まあ、とりあえずもうこれで1マックスぐらいやろ。俺も回復しとこう。これで1マクロスや。1回復しとかな、ほんまに。マクロスフロンティア？うん。よっしゃ、行くぜチェシュー。前回あざすあざす。コンビニの前におにぎりがあるん。そう、一番左におにぎりがあると。おいー、ゴール前、ゴール前っていうのがいいな、またええねん、これ。お、ここもこっちは、こっち何がある。あー、これか、いらんか、あれは。よっしゃー、まあ舞台はここやな、おにぎりがあるし。あ、そうか、ここはもう今の最高のポイントや。よし、行こう。どれぐらい、よし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 。もうちょっと。ここが最高のポイントだ。ほんま、おにぎりあるわ。よっしゃ、行くでーす。そろそろもう、俺は集合するわ。そうやな。あー、ひどい。青か。楽勝。ザコ鬼か。まあ、ここで2人とか3人取れたら結構行くからね。よっしゃ、水畑で、来いよー。来いや。俺も見つかっとうでー。じゃあ、倒しとこう。おい、来いよ、早く。来た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 。電気トラップを任した。おい、地雷や、地雷、地雷仕掛けた、地雷。おい、もう勝ったやろ。もう楽勝やろ。もう楽勝や、もろだね。おい、来るぞ来るぞ、水痛い。来た、俺攻撃されよ。いけえな。マスロケットパンチ打ち込んだ。打ち込んだ。おいおいおい、熱い人だくらい。いた。オッケー。何しようやん。あ、こっからね、俺遠距離が攻撃できるからね。みんな、みんなそうや。みんなか。吸収の実はみんなそうやで。爆弾解除してきまーす。へい。うんちくま強いな、これ。早いで攻撃が。ほれー。危ない危ない。ほれなー。オッケー、危ない危ない。やるなー。俺使うよ、お前。もうええで。もう勝ちやん。避ける。オッケーや。今回はこれ、黒に来ても勝ちそうなノリやったんやけどな。ノリやったな。おにぎりがあったし。うん。チクチク。申し切る。申し切れ。よし、じゃあ、俺上らへん。これこう。取った。お、取った。取ってない。え、じゃあ2人取った。2人取った。あとはじゃあ鬼山返していいか。そうやな。まあ時間あるぞ、また結構。時間が余っとる。そう、走れ。どっかに入るん、あ、こっちか。オッケー。あと時間はまだ1分はある。1分ある、1分ある。いつも1分経ったら、ラスト1分だったらカウントダウン始まるやろ。あ、来た。あー、そこだけ取っとこうかな。
ここは多分取れるやろ。戻るかじゃあ一旦。え、何これ。あー、こっちか。オッケーオッケー。あ、痛い痛い。あー、戻ろ戻ろ戻ろ。もう無茶はしたか。もう俺も無茶せんとこ。よっしゃ、戻るでー。戻りました。戻ったれー。もう出ましたわ、僕は出ました。オッケー、お疲れ。お疲れさんです。まあ300ポイントぐらいじゃん。多分それぐらいな。300ちょいぐらいはいったやろ。お疲れ様んさー。お疲れ様サプサケ。たら、え、お疲れ様サプサ。お疲れ様サプサ。あお前何言うんねん。お疲れ様サタバサやろがい。お疲れ様サタバサ。何それ知らん。マジでマジで。もういやいや終わっとるな。終わっとるレベルちゃう。知らんかった。終わっとん。そりゃもう一周も出てくるもんやから。一周も出てくるからな。全く関係ない。ダガダン370。オッケー。まあ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 普通やけど、まあ500ぐらい来たよ。600とか全部青鬼ぐらいしよう。鬼ちゃんパワーでアスガルル来てくれ。ほんまにもうそろそろええやろ。ほんまそろそろええやろ。うんわ、ほんま黒かい。アスガルルのこなさ半端ないもんな。黒や頼む。いや3人もやったわけやから確率3倍なわけやん。いやほんまやで。赤や赤や来た。黒黒黒黒。もういや、いらねえこのな。もうアイテムやめろよ。爆速とかほんまアイテムほんまやめろって。桜の島俺もう5体目ぐらいおるぞ。スカルトは高い。スカルトル爆速も結構おるぞ。次どうするよ。金でいく。切る。金でいく。じゃあ作ります。もう金や。もう今日も金しかないやろ。もうでも金も銀も多分一緒ぐらいの確率なんやろ結局は。ちゃうやろ。金はだいぶでかいんけ。金はやっぱ出る率高いやろ。そらええのは預かられ。金で多分黒出たらもうアイテムとかないんちゃう。一応知らんけど。分からんけど金で永遠残したら試しないもんな。あんまり。オッケー募集中。ドレインコンビで。ドレインコンビ。まあ強いかな。ドレインコンビはさっきやったから。コンビトリオパーティー。コンビみたいなもんやろ。高よ。どっちでもええやん、そんなもん。そうなん。じゃあ行きまーす。行きまーす。金の手形を使って大作戦いこう。まあタンクのあれ顔高みたいな顔してんの。ほらどれ。ほら全然似てへん。お前やな。どっちかってヒーラーちゃん。タカ？うん。可愛いねえやタカタカ。お前自分の方が可愛い思うな。ゴールデンです。赤鬼や。赤鬼か。もう最初から言っても。な三人の時の方が黒出にくい気するんやけど。なんか俺もソロめっちゃ。やっぱポイント取りにくいからか。ソロはほんまに。ソロはポイント取れへんからでかいのが出るっていうのがあるんかもな。黒にめっちゃ出だったかなソロ。びっくりした俺も。よっしゃよっしゃ殴りまくる。ほらークーマー。急げー。もう火山のところから攻撃やずっと思う。ほら火山若干離れておけど攻撃届くっていう。やばいな、うん、ええー、な。俺もそこから攻撃しようかな。ほい俺も火山から攻撃しよう。ほいやばいなこれ。ほいあ爆弾つけられると。いや関係ないかな。関係ないな。関係ないから。関係ないから。よし行こう。おいもう若干届かへんね。ここやって。俺も若干届かへんところから攻撃し続けるっていう。あ、そうだけど、まあええわ。このでかいな。この攻撃範囲な。やばいな、うん、よっしゃ。あ、あ、これ無理や。ちょっと待っとかなか。無理無理これは。いっせーのーせ。お前早いんじゃん。普通に早すぎやろさっきの。前さんが普通に切れとった。まさか切れとった。さっき切れてへんやん。大声出しだけだ俺は。アイテム取ろう。ほらほら。あー微妙なこのアイテム。アイテムが欲しい。電気トラップいらんねえなあんまり。あこっちや。こっちになんかあれやろ。んチェック。おいおにぎり発見した。おおでかいな。でかい。でかしむ。まだ電気かよ。おにぎり取っとってええやんな。電気いらんなこれ別に。電気おにぎりあった。来た。とも電気そんなにいらんな。おにぎり来たぞ。でも電気はジラあげるにでかいからな。ほい。ジラもでもうまいこと言ったら当てれるからな。ジラいるからな。クロに倒せやったら。いやな。おにぎりもいるけど。電気ドラップ2個とおにぎりがここのある。もうあるわここに。おにぎりや。よし。俺もなんかアイテム欲しいな。これでかいでおにぎりは。でかいやろおにぎりはそら。アイテムが欲しいけど見つからない。邪魔すんなよ。こいつら。あ、ここの上に結構あるやん。いや、それだから、電気とおにぎり。あ、電気とおにぎりね。うん。
あ、おにぎり発見。おにぎり俺取ったで、発見やつ遠かったし。ゴールどこにあら、ゴールどこに来るんやろうな。それ大事だからな。次だ、何が来るかも大事だよ。まあ青は最低来てほしいよな。青来てほしいな、そろそろ。まあ赤は正直な、あれあんまな、関係ないし関係ないから。赤は関係ない、もうポイント少なすぎるから。これ黒黒できたら完璧ないけどな。確かに黒で来て、なんか2人取れたらもう完璧なんやけどな。うん、未だないよな。黒はないな。もうすぐ来るやん、運命の瞬間やん。なんかでも赤鬼来そうな気持ちね。よし待つか、俺は俺待ってくわ。あー鬼や、あー来た。ほう、出口あそこか。あー、おにぎり遠いから取っとくかな。もう取っとこ。よし、もうここら辺戦うやろ。どこで、どう戦うよ。もう行ってもええけどな、別に。もう行こう。行くか。うん。まあ、ここででも、あ、おにぎり使えたらあかんやろ。あかん。もう終わりやよ、それ。おにぎり使わずに戦うから、だから水よけてくれよ、みんな。水よけなあかん。あ、くそ。次来る、次来るで、水。あれ？オッケーオッケー。どこ切ったんや、俺。よっしゃー、はいはい。やばいぞ、これ。次来るで。次ね、俺か、俺じゃない、ね、はいはい、次、はいはい、次はまだ来へん。次次俺じゃ、あっちや。あ、見られるっすね、マジで。おいやっすな、お前ら。もう一丁、もう一丁、もう一丁、もう一丁。前さん危ない。爆弾か。俺も普通に攻撃されただけなんで、やばいぞ。爆弾、爆弾やばい、爆弾やばい。やばかったらちょっと離れた方がいいと思う。ターゲット変わるまで逃げ取った方がいいかもしれない。やばい、これやばい、死ぬ。やばい、お前死ぬぞ。おにぎり使えても無理やろ、それ使わない。いや俺は自力回復するで。逃げた。やばいやばい、まあ、死ぬ、死ぬのは。いや俺だから回復しながら、俺はいけるから。これ溜まったら回復して、で俺は鬼の攻撃避けたら、いけるよ、いける。回復してから今。ほら見て、俺水よけるから HP 回復しながら行きようからね、地味に。やっすんな、こいつら。全く俺に見向きもせへん、こいつ。あーって思ったら水食らった。いて、よし回復して。あ、ターゲット変わった。 OK、 回復していくわ俺。次来るんすか。次か、次や。ナイスナイスで。あ、爆弾つけられた。おいもう倒す。おい、危ない、逃げる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 。調子いいんじゃないかな。お前調子いいんじゃない。あべ、あーくそ。倒せ。あとちょっと。あとちょっと。もうちょいや。行くかじゃあ。爆弾。あ、倒した倒した倒した。一旦みんな離れろ。一旦今は無理やから。よし行くでじゃあ。俺 HP やばいって。おにぎり食ってまうわ、ごめん。え、何食ったん。もう爆発する。マジで。いやー。死んどったのさっきの。死んどった。よっしゃ、ほんと近づいた方がいいんじゃん。誰か温度取って。せーの、取った。終わった、取った。おお、まだいけるやんじゃん。まだチャンスがある。とりあえずもうみんな全 HP を自分で回復、このモンスターで。取らない、俺も回復してきたから。あー来た。早い早い早い。あ、鬼か。あ、鬼か、もう倒しても。あ、でもちょっと HP 回復しよう、まず。まあそうやな、時間はあるからな。焦るなよ。敵が欲しい、敵が。見ろやこいつら。はい、させてもらうぞ、俺も。上のおにぎり、誰か取りに行く。もう取っとうやろ、確か上。3もう取ったで、俺。あ、また新しいアイテム来とんか。もう行くで。もう行くな。俺 HP あるもんな、おにぎりあるし、俺。俺もあるで、おにぎり。じゃあ、いや、いけ、いける。じゃあターゲットは任した。あ、俺に来てほしい。おいや、よっしゃ、もう HP マックスや、ほとんど。次来るんちゃん。いたいたいた、痛すぎるって。タカ死ぬなって。やばい、タカ逃げとけ。逃げるな。やめてくれ、死ぬんだけど。タカ絶対死ぬなよ、ほんまに。頼むぞ、それだけ。お前頼むわ、俺も。あ、青にそっちターゲットいった。一等で。あ、おにぎり発見。完璧やん。もう楽勝だよ、こんなもん。もうおにぎり使ってやん、最後のやから。そうやな。関係あれんな、行ったろ。行ったろ行ったろ。
話危ないって。大丈夫だ。気づかんかった。なんかびっくりするで。うわー。楽しすぎるよ。しかもポイントも取ったからあなたが。うわー、必殺やって知らんかったキャラなんか普通に正面突破になんかもう先陣駆け抜けよったからな。バカやでほんま。いやー、知らんかったでー。バカすぎる。いいですか。今の痛すぎるで。ひさざ来るで。来るで、ひさざ。金やからな、これ。そうやねん。タカキャ結構ポイント持ってたからな。100ポイント持っとった。でかいわー。でかすぎるで。しかもこれ取れる人数が減ったからそこもでかいんやな。でかいな。うん、いっぺんで2人取ったらあれちゃん。やめろやこいつ。マジかよー。タカのやっぱあれやな、フレングリーミスリーズはほんま半端ない。声かけ合おうぜ。この必殺やった必殺ってやるのが初めて。誰かあれやん。こんなもんまだ取れない。分かってへんかったから言ってもたんや。せーの、取れた。取れた。取れた。マジで俺も取れたぞ。おっしゃ。おい、これ、届いた、タカ。あっちや。うわ。うわ。うわ、寒い。寒すぎるやろ。うわ、もうクソやな。400いたんだよ。サムソンリーやん。サムソンゲー。サムソンリーやから。サムソンゲー。ほんまサムソンリーやん。おい。寒すぎる。これはあかんわ。これはあかん。うわー、俺もう一回行きたいわ。450が限られたポイントだけで。レプラソルファーで多分鬼玉あったら500いとったと思うよ、これ。うわうわこれはでかいで、500ポイントが一気に変わるんわ。うわ、鬼の金棒やっとって知らんかったね、俺は。痛いな、タカ。これで100は最低にいくから、ほら、レプラソルファーで鬼玉がタカ20個ぐらいも、500とか、うわ。ああ、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 380でこれで集まるけど問題ないけどな。それやったらタカのミス調理してくれ。それはあれやけど、集まる来たら。確率低っ。そうじゃない、俺はもう許さんははっきり。許されへん。これ今回は。許されむ？は？え？頼む、ほんま頼む。集まる、来い。金やろ、お前。金やのに金以上絶対来いよな、おっしゃ。金や。金来い。金来た。お、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 あずれ。うわー、来た。来た。8個やな、預かれる。来た。あずこー。ついに俺の引き寄せの法則や。ミスした時ほどいいの来るっていう。友情、努力、勝利、俺はお前に全てをもたらすぜ。日記、日記しとこう。日記でかいな。あずがる。これでレジェンド全員揃った。やったー、やったー。おお、レジェンド揃った。よっしゃー、嬉しいな。ようやくか。何回ぐらいバスターでやってきたか分からへんが、ついに。これ結構イケメンやな。ごっついマフラーしとけんな。マフラーなそれ。かっこいいな。マントじゃない。マフラーやろうが、見て分かるやろうがんな、もう。マフラーな。やったー。普通に。右手に何持っとん、それ。諦めずにやってよかったな。右手これも、あ、ネギやんけ。ネギなん？赤いネギ？赤ネギ？よっしゃ、中尾明で行こうな、お前は。マフラー巻いとるから。よっしゃーい。来たな、これで。よっしゃー。どう、一人おるやん。これディスちゃうやつのディス？多分それマエスさんの方のディスちゃうかな。だからこれ多分こっちの俺の本体のディスに戻せば、もう揃う。もう揃うでしょうな。よっしゃ、めぐれ警部来た。これは揃ったでしょうな、めぐれゲーム。アツガルルはデカすぎるやろ。そうね、モーリ君。ワツガルル。バスターズの目的がアツガルルもあったもんな。そうやな。終わったぜ。最大の目的終了や。最大の。まあでも俺、バスターズで600ポイントという目標は、まあ達成してんけど、まだ。確かにな。これも全部タカのせいって言ってたからあるけど。でもさっきも、まあさっきはミスりました、すみませんでした。めっちゃ金持ったやん、これなんかこいつ。99万持っとる。俺のデータやさ。もうこれじゃ買まへん。なんか買っとかな。次レベルアップするとき。損やで。損やで。ポイント、ジャングルポイントでも、やっとったらいいんちゃう。やっといてまたちょっと。はい、というわけでじゃあ、一旦、これで今回やっと厚があるですね。まさか出てくると思わなかった。久しぶりにやってみて。そうやな。これでようやくとりあえずレジェンド妖怪すべて解放っていうね。まあとりあえずのミッションは達成できたかなと思います。まあ次はだから動画としては多分レジェンド妖怪解放動画になると思います。では、これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。